正月に年賀状当時ね、いろんな人に出さなきゃいけないんです。手書きでやってたわけ、はい、時間がないからと思って、はい、で実家からもらってた餅を、はい、まあ 2,3 個こうパパンして電子レンジでチンして、はい、でそれをね食べながら頑張んなきゃと思ってたわけですよ。チンして一気に食べちゃって一気に飲み込んだわけですよ。飲み込めなくなっちゃって、うわこれやばいよ。で、ダメですよ。ピタッと喉に張り付きまして、ね、もう吐き出そうにも吐けれないぐらいね、ピタッと綺麗に蓋が、余りましてね、電子レンジにやるとですね、餅ってね、くっつきやすくなるんですね。そうだよね。そうなんです。もうね、最初ね、もうほんと、走馬灯じゃないですけど、ああ、来年になったら、新聞とかになんか、こう、出てきたことで、だけ孤独死みたいになるのかな、なんつって思ってたんですけど、いや、もうね、そこで諦めなくてよかったなって思ってです、ね、ものすごい勢いで指っていうか手をですね、口の中に突っ込んで、もう思いっきり引き抜きましてね、やっぱ張り付いてたからなんでしょうね、引き抜いたらすっごい喉痛くて、まあでも、エロチックみたいな声になるってね。命には変えられない。あそこで諦めてなかったからこそ、今僕はここにいる。よく素晴らしい。素晴らしいですね。